美里町の眞秀場の里から来ました。今日は山芽の塩焼きですね。それから高島園の無農薬のお茶、本当に美味しいもので、それからいつも眞秀場の里で作っております、春名九郎という品種の、こんにゃく芋をですね、生芋で作った手作りこんにゃくがとにかく人気がございます。どうぞ主食もたくさん揃えておりますのでご来店ください。はい、ありがとうございます。お父さんのメンタルの強さにですねもうあんなじっと見とったけどね、ありがとうございます。お茶とかもちなみに飲めたりとかしますか？はい、お茶あります。シーンとか、はい、あ、そうなんですね。今やっとお茶です。あ、本当ですか、ありがとうございます。じゃあいろいろですね、試飲だったり試食だったりできるみたいですので、ぜひ実際にお話聞かれながら、お買い物を楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございました。それではよろしく。